みなさんこんにちは。今日はお母さんと一緒の汽車ポッポについてですね。作詞は富原さん、作曲は草川さんとなっていますね。今回はお兄さんお姉さんたちに、さらにファンターネのみんなも一緒に歌って踊ってくれましたね。この歌、ああ最近聞いたことあるなって思ってたんですが、遡ってみると1年以上前、初子お姉さんの時に歌われていたんですね。時が経つのも早いなとちょっと感じてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？はい、今日はお母さんと一緒の汽車ポッポについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。